暑いっすよ夕方とかすっげえ暑くない、なんか4時ぐらいですよ。台風の時クーラーいらないぐらい涼しかったんじゃないですか。台風戻ってきた後にちょっと落ち着いてから2日ぐらいに入ってたけど、なんか潮が結構高くてさ、胸ぐらい、マックス胸ぐらいしかないけど、なんか行ったことこうバーって持ってかれて、トランクスの上、ちょうど背中のトランクスが終わったあたり、こう500円玉ぐらいに皮がベリって持ってかれて、打撲はそんなないから痛くない。ちょうど台風の時にビーズの公演が中止になって、なんか振り返りできないみたいな話ですね。土日すんごい、ここあの送迎のバス並ぶよね。知らない。ライカムに、ライカム臨時駐車場でここに送迎してるみたいで、なんか奥に一体駐車場作ってるみたいな。駐車場は圧倒的に堪能そうなんだけど、なんか有名な人のライブとか入ったことないんだけど、8月終わるのかな。それはどうなったんですか。入ってるんですか。いや、今からじゃない、後半じゃないの。8月9号も後半よくなった。月末上ぐらいだよね。30日やったから、それに間に合わせたでしょ、こっちの。景色変わったよね。まあちょっと綺麗になりましたね。それより全島エーサーとか、でも早急本のあれでやるんでしょ。で次の週間1週目とかじゃないのか、絶対にさ、別に見てないけど。まだ孝介の結婚式もですよね。ここだと思うんだ。まあここだね。まだ入ってないかな。日がバンバン出た。10時半、ちょっと早い。早いですよね。はい。
休めるThank you.
しかったです。ありがとうございました。半年前ぐらいですね。そうですね、去年の11月にオープンしました。ちょっとなんか大きな家ですけど、もともと何かやられてるのか。もともとは民家だったんですけど、そこをまた改築して、1階部分は大きな。2階がまた民泊。あ、民泊やってるんですか。看板ありましたね。ええ。生まれるの？そうですね、今から、今から準備中で、もう少しオープン。じゃあ、隣がなんかイベントある時とか。そうですね。いいかもわからない。そばはすごい独特な、下ですけど、どこがないような。ああ、はい。あの、お肉もなんかね、こう、オリジナリティがあって、美味しかったです。またよろしくお願いします。また来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。